こんにちは、セラピストのゆうこです。いつもおうちで美人塾をご覧いただきましてありがとうございます。今日は日頃私も使っているバスソルトやバスシュガーの作り方についてご紹介したいと思います。入浴の美容効果を高めたい、おうちでスパ気分を楽しみたいという方はもちろんのこと、エッセンシャルオイルを持っていてもディフューザー以外の使い方がわからない、もっと活用したいという方にもおすすめの内容です。では早速作っていきたいと思います。材料です。天然塩大さじ2、お好みのエッセンシャルオイル1滴から5滴、容器とスプーン、お好みでハーブを適量加えます。必要に応じてお茶パックやオーガンジーの袋をご用意ください。今日はピンクソルト大さじ1、デッドシーソルト大さじ1を使います。どちらもミネラル分が豊富なので、発汗作用やデトックス作用、美肌作用に優れています。もちろんスーパーで購入できる粗塩なども活用できます。ただし食塩は精製されていてミネラル分をほとんど含みませんので、バスソルトには向きません。このままでもバスソルトとして使えますが、エッセンシャルオイルで香り付けしたいと思います。リラックス効果をもたらしたい、女性らしさを高めたい、冷えやむくみを解消したいなど、その日の気分や体調によって香りを使い分けてみましょう。こちらにはニールズヤードさんのリラクセーションを垂らしていきます。ラベンダーやゼラニウム、ベルガモットなどがブレンドされたリラックス効果の高い香りです。はじめは1滴からお試しください。量が少なくても1滴に植物のパワーがぎっしり詰まっています。一度に最大で5滴まで入れることができます。香りが行き渡るようによく混ぜましょう。お好みでドライハーブをトッピングすると見た目も華やかで香りに奥行きが増します。前回ラベンダーシロップの作り方でもご紹介したラベンダーを適量加えて軽く混ぜていきます。完成です。寒い日は温かいカモミールティーなどを飲みながらバスタブにお湯がいっぱいになるのを待ちましょう。夜はぬるめのお風呂に浸かります。ゆっくり深呼吸して香りを楽しみましょう。お風呂から上がったらさっとシャワーを浴びて塩分を流します。ドライハーブを入れているのでオーガンジーの袋やお茶パックに入れて使うと後でお掃除が簡単です。次にバスシュガーを作ります。材料です。砂糖大さじ2、お好みのエッセンシャルオイル1滴から5滴、容器とスプーン、お好みでハーブを適量、必要に応じてお茶パックをご用意ください。砂糖は甜菜糖や角砂糖を使うこともできます。意外かもしれませんが、砂糖は保湿力が高いので、肌が乾燥していてバスソルトだとちょっとビリつくという方にはバスシュガーの方がおすすめです。エッセンシャルオイルは肌を修復したい、張りを持たせたいなど、香りの好みや目的に合わせて使い分けができます。こちらにはニールズヤードさんで人気ナンバーワンのウーマンズバランスを使います。ローズやゼラニウム、クラリセージ、フランキンセンスなどがブレンドされた温かみのある香りです。はじめは1滴から、一度の入浴に最大で5滴まで使えます。
香りが行き渡るようによく混ぜていきます。もし角砂糖を使う場合は、角砂糖に1滴ずつ染み込ませて一度の入浴に5個ほど使います。お好みでラベンダーやローズなどのハーブをトッピングして軽く混ぜます。砂糖は粒子が細かいのでお茶パックに入れていきます。バスシュガーを使うと肌がしっとりするとはいえ、お風呂上がりの保湿も肝心です。入浴後はすぐにボディクリームやボディオイルなどで肌を整えましょう。完成です。入浴中やお風呂上がりに足裏や指周り、ふくらはぎをマッサージするとさらに血行が良くなります。以前動画でご紹介したむくみ、セルライトに効く足汗マッサージパート1、パート2も合わせてご覧ください。一度にたくさん作り置きする場合は、香りが飛ばないようにジップ袋などに入れて冷暗所で3週間ほど保存ができます。エッセンシャルオイルは直接肌に使うことはできません。妊娠中や授乳中、お子様については使用方法をご確認ください。極上のバスタイムをお楽しみください。それではまた動画でお会いしましょう。